も高井です。今なぜあなたが成功できないのかっていう話をしたいんですけど、私自身もこういう自己啓発本の類の本を 2,3 冊読んでるわけなんですよ。まあ、それでもあなたからしたら、いや少ないだろう、俺はもっと読んでるよみたいなね、話になるかもしれない。じゃあなぜそれでも成功できないのかって話をしたいんですけど、その言葉を言う前に、このね、影響力の心理っていう本があるんですけど、この本の中にはまあ50人100人がね、同じ言葉を1回ずつあなたにかけるのと、1人が50回ね、まあ、メンターとなる人の、あなた自身のメンターとしている人の言葉を50回聞くのでは、まあ、効果は同じだと思うんですね。まあ、それでもなぜ成功しないのかって言えば、おそらくそのメンターの言葉があなた自身にかけてもらえる回数よりも、まあ、おそらくそのメンター1人に対して他49人、その49人の言葉、それがドリームキラーの言葉であれば、あなた自身のね、成功はありえないっていう話なんですよ。だからこそこういう本ね、マインドコントロールっていう本の内容で言ってしまえば、まあ、情報を過剰にするのと逆に情報を制限する、これはね、洗脳のテクニックの一つにあるんですけど、つまりドリームキラーの情報をカットしてしまえば、まあ、聞かない、もしくは合わないっていうのが重要で、あなた自身の夢叶ってない状態でその人たちと接してしまうと、まあ、否定的な言葉をかけられやすい。だからこそ、まあ、こういうね、本、マインドコントロールと影響力の心理っていう本、この2冊を読むことによって、今まで、まあ、自己啓発本で見えてなかったねことが頭の中で、あ、なるほどねって論理的、まあ、理論的に解釈できるので、この2冊読んだ上でまたね、挑戦してみてください。まあ、情報としてあるようなのは、音声を聞き続けるっていうのもありですよね。で、パソコンで動画を見る、DVD を見る、ネット上からそのメンターの人たちのね、動画をかき集めてきて、自分自身の潜在意識を書き換えるっていうことも有効だと思うので、少なくともこういう本買って読むよりはコスト安いよね。だからこそそういうのがね、少しでもコスト安くしたいという思いがあるのであれば、そういうふうにやってみてください。それでは。